はい、皆さん毎度毎度。はい、凍ったね。はい、凍ったまんまのね、はい、凍ってる牛肉ね。はい、これカレーに入れちゃいます。炒めてから入れる予定だけどね。はい、ちょっともう火入れちゃいましょう。はい、換気扇オン。はい、油ねちょっと多めに入れようか。はい、はい、凍ったまんまのカレーをどうやって食うかね。これ出てきるの、みんな、これちょっと力が入りやすい方法で。はい、はい、これ切ってきますよ。あ、切れない。はい、切れた。これうちのこれはあまり無理な、力入れない方がいいね。はい、硬いわ、ちょっと硬いね。これ切れる人は日本に何人だろうね。よいしょ、よいしょ。どこで切ったら一番近いんだろう。はい、切ったね。はい、これを、はい、油をなじませて、これね、ちょっと冷凍したやつをね、切る自分をね、思いついたからな、後で作ろうね、今度ね。はい、凍ったまんま入れちゃいます。はい、凍ったまんま入れるのがパーマヤ流ね。ね、凍ったまんま入れて、はい、表面を焦がして化学変化すればいいだけ。ね。ね。はい、強火で。強火じゃないと。あ、強火じゃなくてもいいんだな。はい、ちょっと落とすか。カレーの時は弱火でやるとか言ってたけどね。はい、めんどくさいからもう強火で表面焦がすだけ。ちょっとひっくり返んないね。はい、ひっくり返んないね。はい、表面に焦げ目が入ったらもう終わり。もう溶かしちゃダメだよ。これ溶かしちゃったら失敗ですかね。溶かしたら失敗ですよ。中まで火入れちゃったら失敗だからね。中まで火入れちゃダメですよ。はい。ちょっとひっくり返らないね、うまくね。ね、もうこんなもんでいいや。はい、中が凍ってるぐらいね。で、表面焦がして、表面だけ化学変化ね、くれればいいだけだから。はい。はい、あとは、はい、とろ火、はい、とろ火で煮てしまえば10分も火入れりゃいいかな。もうちょっとこれ温まってんだよね。ちょっとなんかちょっと調子悪いね。はい、あとはもう静かにこの中で牛肉を眠らせて食べましょう。蓋は閉まることだね。はい、はい、はい、さっきね、入れた、10分、15分くらい入れたかな。はい、ちょっと肉ね、牛肉どうなったかね。さっきの入れた牛肉ね、冷凍の牛肉ね。はい、ちょっとね、切ってみます。見える？はい、ちょっと切ってみます。ね、火が入って、あ、もう完全に火入ってるね。完全に火入ってるわ。あ、柔らかい。うん、まあ、柔らかい。ちょっと火入れすぎた。まあ、こんなもんでしょ。うん、ちょっと硬いね。やっぱりね。安い肉だから。はい、皆さんお疲れ様。玉ねぎのね、茹でただけのまずさ。やっぱね、高温による何かの化学変化ってのはあるんだろうな。確かにね、砂糖を煮沸してもどこまで行っても砂糖だもんね。あれ焦がすからカルメラになってうまくなるんだもんな。そのようなコメント来たけどね。ただ単にね、肉を柔らかくするだけだったら、凍ったまま低温で茹でちまえば60度前後でね。まあ火がね、入りすぎることなく柔らかく解凍はできるわな。でもね、やっぱりそれだけじゃね、表面の香ばしさってのあるよな。香ばしさってのは茹でただけじゃ出ないからね、やっぱりね、炒めないとね。やっぱその香ばしさが、なんか難しい旨味になるんかね。まあとりあえずね、今1個食って、まあ冷めてから、また1個食ってみたんだよ。試食したんだよ。そしたら、冷めた方が柔らかくなってっかな、肉が。カレーの中にはほら塩分もあれや何でも入ってるけど、砂糖も入れてるからね。その砂糖が肉を柔らかくしたんかなとちょっと思ったね。
で、調べていくと、やっぱり甲羅煮とか砂糖とか、何か肉を柔らかくするなんかあるらしいね。今度またね、スーパーでね、安いね、スペアリブかなんか売ってたら、砂糖で煮てからカレーにぶっ込んでみようと思うね。うん、なんか砂糖はちょっと肉を柔らかくするってなんかあるね。はい、お疲れ様でした。